君には CD 出させたんだよ。ありがとうも言ってくれ。CD 出させたんいいぞ。ねえ、さあ、江東区の吉田忠宏君。吉田だ。音楽の教科書に載っているヒット曲ベスト3。いいね。第3位。いい時代だね。これいい歌だよ。僕らの頃はね、うん、ビートルズなんかダメです。うん。今ビートルズも乗ってるんですからね。いやこれ本当にいい歌だもん。愛は勝つ。うん。音楽の教科書に載ってるヒット曲第2位。うちの子歌ってましたよ。そうですか。習ってるんですね。僕はあのこの時代はね、もう本当申し訳ないです。斜めに生きてましたから、フォークは大嫌いでしたから。大人になってもやっぱりね。ダメですか。ちょっとダメですね。じゃあコメント控えますけど。音楽の教科書に載ってるヒット曲1位。はい。はい。W D C A A。これはあの乗せられないですよね。でも起こせないじゃないですかね。ヤングマンはいいよね。多分乗っても乗ってんのかな。うん、ヤングマン乗ってないんじゃないかな。まあそう。うん、あと大事マンブラザーズの歌もいいじゃない。それが大事。うん、いいね。負けないこと、うんね。旅立ちの歌とか。いいですね。あいいま。いいね、あれなんか。そうですね。うん、乗ってそうだよね。あれ乗せてほしいね。でもね、俺ね、あの合唱団にも言ってたけどね、うん、合唱団にいても嫌だったのはね、うん、あの前列に並ばされた女の子のね、顔。ああ。いやでさ、俺いつも普通の顔、こうやって顔で歌ってたら、うん、だからもっと普段面白いんだからニコニコして歌えって、うん。どうしてもニコニコするとその子たちと同じになる気がしてさ、もうこう。お前いや歌ってんのか。あとママさんコーラスもそうな。ねねこしゃしゃりあとね、あと5人ぐらいのグループでね、コーラスでやっててね、真ん中でひげ生えてちっちゃい人がいるんだけどね、なんていうかグループ知らないんだけど、その人だけなんか顔作ってね、うふふってやるんで、普通みんな、あの、キングトーン、いや、なんかやってたんですけどね、普通にやってほしいなと思って、ね、まあ、気持ちが入っちゃうんでしょうね。そうなんですよね。まあ、あげましょうからね。下津橋ペンネーム、金で買えないものはないさん。金かも有名人が憧れるもの、ベスト3。うん、第3位、安倍静江さんは聞いたんですかね。憧れてんのかどうか。2位、パンチョ伊藤さんはいや、作ればいいんじゃない作ればいいじゃない、あ、ロングバージョン。ロングバージョン。ロングバケーション。ロングバケーションじゃないですか。有名人が憧れるものベスト3第1位。ナメエツコさんは。ふんふんふん、黒豆や。まあ、やっぱりあげましょう。やっぱりうぐいす色ぐらいのがいいんじゃないですかね。下津橋。ペンネーム金で買えないものはないさん。金かも。プロ野球の監督について、そのチームの選手たちが思っていること、ベスト3。うん、第3位、ダイエーの選手は。背番号1のすごいやつ。やっぱりそうだよね、うん、少年の時憧れた人がそうでしょ監督なんだもんね、うん、なんかオーラが出てるだろうねやっぱね。そうですね。そうだと思った。しかもエレクトン弾けるしな。そうなんだ、うん、プロ野球の監督についてそのチームの選手たちが思ってることに中日の選手は怖いよな。怖いよ。いい格闘技感だったと思うんだよね。プロ野球の監督についてそのチームの選手が思っていることを第一位、西武の選手は言葉が全然わかんないよ。ひどすそれはわかると。なじろし渡辺純一君です。なるし。コートおっぴろげ君がおっぴろげながら言ったら嫌な言葉ベスト3、うん、第3位。嫌だね、うん、コートおっぴろげ君がおっぴろげながら言ったら嫌なこと2位。私はあなたが思ってるような人ではない。説得力ない。説得力ないな。この曲がまた心を開いてるっていう、ね、コートおっぴろげ君がおっぴろげながら言ったら嫌なこと第1位。これはどっからの
メッセージ。これ特にあの、チカトマイルの彼女が、あの、あんまり目線合わせないで、これは私からのメッセージだったら余計嫌ですね。ちょっとこう、目線が合わない感じが怖いですね。はい、それでは。これさ、まず男がやるわけでしょ、こういうの。そう、大体、ね。大体そうです。これはすごい美人がさ、うん、やってもさ、俺たちやっぱり気持ち悪いよね。いや、そうだと思います。いきなりやられた。僕ね、夏休みの高校の時にね、うん、あ、違うけど、ごめんなさい、うん。夏休みのラジオ体操、行ったんですよ。だれちゃうから、うん、だれちゃうから、うん、あで、公園で、南公園、うん、新宿の。うん、目の前でこう、前に屈伸するときに、うん、わざと、ミニスカート履いて、わざともう、お尻を突き出す女の人がいたら、中学生ぐらいだと、へぇって思うじゃない、うん、うわっと思ったもんね。あ、その、本人が意識してないところで見れると、うん、面白い。やっぱ異常性は先に感じちゃうんだね。そうだよね。怖いと思う、ね。人間の 本能ですな。人間の中にもセコムがあるみたい。警報が鳴るんですよ。そう。ダメだ、ダメだ。ウィーン、ウィーン、ウィーン。あ、ボックスインクはね、あ、ボックスインクじゃないな。ボックスコーポレーションはね、セコムつけてましたね。さあ、いっちゃうね。